どうも、トモピーです。動画を見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。はい、今日は人気コーナーとしてね、やっていきたい。カードのショーケースウォッチングいっちゃいます。オープン2週間後のね、カードのショーケースどれぐらい育ったかっていうのを見ていきます。1週間で前回だいぶすごかったじゃんね。そうですね。これ単純にもう1週間経ってどうなってるかなっていう、いろんなカード見れるの楽しみっていうのと、会長として見ておかなきゃいけないっていうのもあるし、商売的なことを言うとお買い得な値段のカードとか、なかなか手に入らないようなカードとかをこの動画に映すことで、秋葉原の店舗に行かなくても店内の商品が今どんな感じなのかっていうのをね、見てもらえて、その次の日すごい売れたっていうのがあるんですよ。つまりこの動画を上げることですごい喜ばれるんであれば、それは商売にとってお客様にとって素晴らしいことなんで、ということでやっていきましょう。売りたいということですね。商品を紹介して楽しみたい、楽しませて、そして売りたいということでやっていきます。ポケカからいきましょう。入ってすぐポケカがありますと。すごいもんな、古めのやつもあるもんな。フーロとかあずさとか、まあ、状態 B だけども、ポケセンお姉さん、ポケモン大好きクラブ、ブルーの探索、みかん、カミツラのきらめき、結構いっぱいあるな。そろそろオリパ始めようかな。縦重なりが結構あります。 HR ももちろん増えました。さあ2ケース目、ポケモンのコーナーですね。下段もね、色とりどりのスペシャルなポケモンのカードが並んでます。そしてね、タックオールスターズのパックなんかも入荷してます。お、バトルビッパス、デッキに使うカードもちらほらね、ショーケース級のやつも入り出しましたね。はい、そしてワンピース、まああんまりないけど前よりはだいぶありますね。ここでユニオンアリーナちょっとだけある。発売したてのユニオンアリーナの一部カード入荷してます。このワンピースショーケースの向かい側、こちらもともとね、お花飾ってあったとこなんだけど、かなり綺麗にボックスをね、未開封新品ボックスをレイアウトしてます。でここがフレッシュ&ブラッド。まあ少ないっすね。欲しい人ばっかで、買い取り持ってくる方はあんまり多くはないです。そしてシャドーバースエボルブ、一部デッキ販売もしてます。ウマ娘デッキ、エルフデッキ、ナイトメアデッキ、ロイヤルデッキ、そしてシングルカード。ん？途中からデジカになってる。どういうことだ。こっちデジカ、この下もデジカ。あれ、なんと縦割りされてる。この中で分かりづらいな、これはちょっと考えよう後で。そしてその裏面、ここはですね、ゼクスからスタートしてる現行コーナーですね。途中から絶版も混じってくるんですが、まずね、ゼクス、すごい、ゼクスがね、いっぱい入ってます。このカードのデザインがなかなかいいですね。キラキラしてて、イラストもいい感じ。まだ遊んだことはないんだけど、遊んでみたいななんて思いつつ、はい、ゼクスのショーケース、こんな感じ。で、下段もゼクスですね。そして、バトルスピリッツ。根強いファンの方が多い。バトスピに育てられたみたいな、バトスピを親のように思ってる方が結構多いんだな。バトスピ愛が強い人っていうのはなんか他のカードより多い気がする。で、リバース。リバースもまだ少なめですね。この2列だけ。で、ヴァンガード。大好きなロロネロルがまだあります。で、こっからっすよ。ウィクロス。デッキ販売もあれば、PSA 鑑定もあって、で、シングルカードがなんと、ここですね。はい、一面。2面3面もあります。ものすごい量、ウィクロス。しかもこれ売れてるんだよな。そしてカードンの絶版タイトル最強、バディファイト。買い取りめちゃくちゃ持ってきてもらって、販売もめちゃくちゃしてます。バディファイトのカードって僕このカードンで初めて見たんだけど、すごいね、なんか見た目がいいんですよね。めちゃめちゃかっこいい。ギラギラしたカードも多いし、あとカードが硬いからね、なんか安心感がある。プレイ用としてもコレクション用としても安心感があります。そしてバディファイトが強すぎてね、なんか現行コーナー混ざっちゃってたんだけど、こちらもゲートルーラーだったり、リセオーバーチュアーだったり、神殺しのアリア、あやかしランブル、
魔法少女デュエルで、店の右側ここっすね。僕が長年お世話になってきたマジックザギャザリング。いや、ここもだいぶ埋まりました。だいぶ埋まりました。空いてるとこはね、単純に売れたてほやほやっていうこともあるし。いや、埋まりましたね。埋まったね。埋まりましたね。結構ちゃんと色でショーケースが分けられてるとかね。え、相関ですね。色順、縦に色順になってます。なかなかね、他のカード屋さんじゃ置いてないようないいカードもあるしね。そして無色、フォイルコーナーですね。フォイルコーナー、光が反射してやばいことになってます。はい、ホーロー王のね、コレクターブースター版とか輝きがすごいですね。結構でも前回の動画見てもらって、マジックはね、すごい売れました。まあ、マジックもって言ってもいいかもしれないけど、すごい売れましたね。さあ、結構頑張った値段付けさせてもらってるデュアルランドもまだ残ってます。だいぶ減ったけど、だいぶ減っちゃった。減るのはね、喜ばれてるからいいことなんだけどね。買い取りとのそのバランスが悪いと、ただカードなくなっちゃうからね。そこが難しいですよね。買い取りばっかり来てもお金なくなっちゃうし、そこはカード屋の難しくもあり面白いところ。はい、そして遊戯王デュエルモンスターズ、まあ、結構前よりは増えてきましたけど、まだちょっとスカスカめですね。やっぱり遊戯王をこう大事にしてるプレイヤー、コレクターの方って多いし、お店もね、どこも結構力入れてるから、なかなかね、新規店にすんなりたくさん集まってこない状態が続いております。はい、ここだけラッシュデュエルですね。で、この裏がね、この島が、まずここフレッシュ&ブラッドの最新アウトサイダー最新パックです。ボックス開封して全部展開してます。1,2,3,4面あります。そしてその右側、デュエルマスターズ、残念ながら少ないね。まだでもまだ全然、こういう高額カードとかもあるにはあるし、ディザスターデッドダムっていうね、めちゃめちゃこの強いデッキパーツとかもあったりはするんだけど、遊戯王と同じ感じで別にカードに持ってくる必要性があんまないよね。あとデュエルマプレイヤーがこのゾーンあんまり来ないゾーンなんだよな。フラッツさんも言ってたけど、はい、バイス・シュバルツですね。バイス・シュバルツのプレートここにあって、上の列は影だから補欠なんだけど、まあつまり溢れてるってことですね、少しね。そして右側のね、中古未開封品コーナー、フォース・オブ・ビルの豪華な箱物とかもあります。で、ガンダム・ウォーのボックスもなんか気づいたら増えてるし、バイスの15,000円のボックスがあります。ソードアートオンライン10年間の奇跡ということで。そして下段もね、こんな感じでいろいろあります。リセのボックスは10ボックス買い取りさせてもらって2ボックスになっちゃいました。ラストクロニクルのスターターデック50円、マジで。あ、これ開封済みだ、開封済みだから50円なの。未開封50円だったら俺が欲しいよと思ったけど。箱の状態 B 青眼未開封、これね、箱物商品で、すごいな、ツヤツヤしてからさ、自分が映っちゃう。ブルーアイズかね、ブラックマジシャン、どっちかが出るってやつで、ブルーアイズなのは確定してるっていうやつですね。そう、これモンコレナイト、モンコレナイトのスターターが入ったんですよ。そしてさっきの島の裏、キューラポケカ、ファンタズマゴリア、あれこれいっぱい入ったはずなんだけどな、買い取り結構売れてるっぽい。そしてカオスですね、カオス TCG、そしていろんな未開封パック、スターターも増えてます。おーおー、王家方針のスターターあるわ、すごっ。そして、まあ、いろいろミックスのコーナーですね。ここ本当は絶版ミックスコーナー、絶版バラエティコーナーにしたいんで、アーセナルベース、これ現行なんで後で写しときます。はい、こんな感じでいろいろあります。で、こっちの右側も空いてます。上は、未開封品ですね。はい、未開封箱物で、その裏面、こんだけショーケース埋まってくるとそろそろ潮時かなっていうね。はい、令和の虎スリーブと令和の虎プレゼンバトル、これ本当ね面白くてためになるんでね、ぜひハッピー商店でご注文ください、あるいはカードでお買い上げください。で、まあ、サプライコーナーですね。
あの前回と比べてトイガーさんが増えました。トイガーさんの商品いっぱい置いてるんで、このね敵ケースとか買いたい方はぜひ。そして下段全部埋まりました。特価品ストレージ、カードゲーム何でも買います、カードンっていうだけあって何でも買ってたら圧倒的物量、圧倒的物量です。こっち側はもう特価品コーナーになっちゃいました。買取申し込みコーナーなのに、買取準備台なのに空のケースが全く置いてない。これはやばいぞ。これは後で対処しないと。これね、一つ一つがたくさんカードが入ってます。はい、掘り出し物山ほどあります。でその上にね、もう各種絶版パック、比較的安価なものを置いてます。そしてデッキケースだとかプロテクターだとかね、あまたの TCG のね、さまざまな TCG の商品が置いてます。でここね、ブロッコリパ、はい、ブロッコリパ始めました。500円で100枚ぐらいですね。タイトルの紙の厚さにもよるんだけど100枚ぐらい入ってます。そしてね、店のレジ前ついに来ました。高額品ケース、相変わらずね、僕の私物のブラックロータスは売れてないんだけど、なんとザ・タバナクル・アット・ペンドレル・ベイルの BGS8.5 が売れました。このお店始めてから買い取らせてもらった商品です。お買い上げありがとうございます。買い取り出していただいた方もありがとうございます。ルチア65万円が一番高いのかな、相変わらず。そしてね、遊戯王レリーフのね状態のが4種類入荷して置かせてもらってます。そしてこれこれ、バイシュバルツのフブキさん2枚入荷しました。めちゃめちゃ存在感があります。一応レジ前もね何もなかったんだけど、この下にもサプライかかってたり、ここにもねパックがまた種類が変わってたりとか、この下段もね前より綺麗になりました。こっちにもワンピースの新しいスターターデックだったり、いろいろかかってます。で奥のディスプレイの上にも買い取りできたウィクロスのアートパネル展示販売させてもらってます。ということで大体全部お見せしましたけど、中丸くんどう？だいぶ増えましたね。結構取り扱いが強い、やっぱポケカとかはもうゴリゴリ増えてきてて、なんかしっかりお店になりましたね。やっぱり2週間経つと店っぽいよね。店っぽいわ、これ店なんです。店っぽくなったわ。前店っぽくなかったじゃんね。いや、まだそのなんかイメージするカードのそのショーケース内を見ればごちゃごちゃしてるっていうかさ、はい、いろんな商品が所狭しと並んでるっていう状態からしたらまだスッキリしてるけど、ショーケースの中とか陳列してる棚を見ればすごい賑わってるんだけど、うん、空間全体的にはすっきり広々してるみたいな、そんなお店をイメージしたんだよね。はい、そこからするとまだちょっとすっきりしすぎてる感じはするけども、うん、なんかいいよね、近づいてるよね、その思い描いた姿に近づいてます。はい、来た時やっぱこういうお店はさ、来た時どれぐらい物量があるかっていうの大事だな。いろんなの見れたり掘り出し物見つかったり、そうですね、ワクワクしますからね、やっぱり物が多いと、ね、好きなカードを使ったり、うん、あと買い取りもやっぱその取り扱いとか販売が強くなればなるほど買い取りもいい感じでできるしさ、はい、はい、ということでカードオープン2週間後のね姿をお見せしたんですが、いかがだったでしょうか。今後もカードンの成長の様子引き続きお見せしていきますんで、ぜひチャンネル登録、動画の評価、そしてカードンのご利用、ご注目、ご声援もお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。